石の遺跡は東京都小笠原村の北硫黄島にある一世紀頃のものと推定される遺跡である。北硫黄島が所属する火山列島の位置北硫黄島は東京の南約1000キロに広がる小笠原諸島に属する三島で構成される火山列島の一番北側にある島である。西方には沖縄本島などから構成される南西諸島があり南方には マリアナ諸島などが属するミクロネシアがある。一方、東側は遠く、ハワイ諸島の北西にあるミッドウェイ島まで島らしい島はない。小笠原諸島は、他の陸地から離れた場所に位置しており、これまで大陸や大きな島と地続きとなったことがない、海洋島に分類されるが、小笠原諸島の有志以前の文化は、北の日本列島、西の沖縄諸島、 南のミクロネシアのいずれかから伝えられたものと考えられている。北、硫黄島は火山活動によって形成された火山島で南北約3.5キロ、東西約2キロ、面積は5.57平方キロメートルの南北に長い楕円型をしている。標高792メートルの榊峰を筆頭に島の中心部の南北に山が並び海岸の多くは 急峻な海色がけであり、島全体としても急峻な地形が多く平坦な場所は少ない。その中で島の中心部から流れ出す沢が海に注ぐ、場所には小規模ながら洗浄地が見られ、緩斜面を形成している。戦前に集落があった、島東部の石の村や北西部の西村は、そのような洗浄地部分に形成された。北、伊予島周辺の海では、 北東部と西部を除き幅約100メートル程度の巨匠があり、特に、石の村と西村付近の沿岸部は巨匠が発達している。中でも旧石、野村沿岸の巨匠には、切れ目が存在し、大きな入り江がない外洋の島であるため、雪岩が困難である北、硫黄島の中では、波を遮る効果がある巨匠に囲まれ、しかも、小舟が通れる切れ目がある旧石野村は最も、 雪岩が容易な場所であった石の遺跡は、雪岩が最も容易で、戦場地の干渉面がある、北、洋島の中では最も居住に適していると考えられる石の村付近にある。1543年、スペイン戦産ファンゴはワ3つの島から構成される火山列島を発見した。この時点で火山列島は無人島であったとされ、そのため、 医師の遺跡は16世紀以前のものであると考えられている。16世紀後半以降、火山列島はフィリピンからメキシコへ向かうスペインのガレオン線航路に近かったため、北、伊王島の目撃情報も散見される。1876年、日本政府は小笠原諸島の領有を諸外国に通知し、認められた1。その後内務省の諸葛となった小笠原諸島に移住が、 再開された。八1889年、田中栄三郎が、伊王島と、北、伊王島に上陸し、北、伊王島は、土地が肥沃で水も得られる等の報告をした。田中の報告に触発された母島在住の医師の、平野城は1896年に、北、伊王島に上陸し、小笠原島町の許可を得て1899年には、北、伊王島に移住し、 開拓を開始した。北、硫黄島には、東海岸に石の村、北西海岸に西村という二つの集落が形成され、最盛期には約200人の島民が居住し、主にサトウキビ栽培に従事していた。当時の北、硫黄島は、石の村を中心として、サトウキビ畑が広がっていた。1920年、東京大学教授の中井竹の信は、 小笠原諸島とマリアナ諸島方面の植物調査に赴いた。その際、北、硫黄島の調査も試みたが、海が荒れたために上陸はできなかった。しかし北、硫黄島駐在の警察官が、橋家で北、硫黄島で発見された、麻生石符を中井らに届けたとされる。北、硫黄島湿度とされる、麻生石符は3つ現存しており、北、硫黄島、 石の平の条根と書かれた牧書も残されている。言い伝えでは、石符は、島内のサトウキビ畑の中から発見されたとされ、石の村付近のサトウキビ畑から発見された可能性が指摘されている。北、硫黄島から出土した魔性石符は、マリアナ諸島の魔性石符との関連性が指摘されており、 同様の石符が父島の旧家で叩き石として用いられていたことが1983年に発見され、また八丈島からも同様の魔性石符が発見されており、共にマリアナ諸島との関連性が指摘されている。東京都教育委員会では1972年に東京都遺跡地図を作成する中で小笠原諸島の遺跡についても調査を行った。この中で 父島の大根山遺跡から、打製石符などの石器類、そして母島からも骨格器と海製品を採取し、有史以前、小笠原諸島に人が居住していたことが明らかとなった。その後1984年、1985年と、国際キリスト教大学考古学研究室の手によって、父島、母島の調査が行われ、母島から、 中世の頃の可能性がある素焼きの土器が発掘された。小笠原諸島にも開発の手が伸び出す中、日本列島、南西諸島、そしてマリアナ諸島などからの文化的影響が想定される小笠原諸島の戦士時代の遺跡について調査を行うことを目的として、小笠原諸島体積分布調査会が組織され、平成元年度から3年度にかけて3カ年の計画で、 小笠原諸島の遺跡調査が実施された。予算不足等のため、向島列島、伊王島、南洋島、南鳥島などは調査を行うことができなかったが、父島列島、母島列島、そして1920年に魔性石府の存在が明らかに来た、洋島では平成元年度は台風接近の影響で調査を行うことができなかったが、平成2年度と、 平成3年度には調査が行われ、1991年7月、平成3年度の調査の中で、石の遺跡が発見された。北、硫黄島、平成2年度の調査では、かつて集落があった石の村と西村の跡についての調査とともに、大正時代に、島内の佐藤キビ畑で発見されたと伝えられる、魔性石符の発見場所を探ることを目的として、 石の村付近のサトウキビ畑跡の調査が行われたが遺跡の発見には至らなかった。平成3年度の調査時、石の村周囲に調査範囲を広めていく中で、石の村裏手の斜面に巨石の周囲にすり印し、素焼きの土器、海辺などが散乱した遺跡が発見され、石の遺跡と命名された。この時の調査では、戦国画が描かれた巨石とその周囲に石石で作られた遺構。 そして巨石から北西が数十メートルの場所に作られた祭壇場の遺構とその周囲にある石石で作られた遺構の存在などが明らかとなった。そして巨石と祭壇場の遺構の周囲からは瓦家、改製品、石器が採集された。石の遺跡の発見に伴い、東京都教育委員会では平成5年度から2年計画で石の遺跡の調査を実施することになった。 そして1993年7月に初年度の調査が行われ、多くの時、石器などの遺物が採集され、遺跡の状態もかなり明らかとなった。しかし、調査途中の7月14日、調査隊員のうち2名が行方不明となり、調査は中断された。そして行方不明となった2名は水死体となって発見され、この事件の影響で翌年に予定されていた調査は中止され、 その後現在に至るまで、石の遺跡の調査は行われていない。石の遺跡は、北、硫黄島東部の海岸付近にあった、かつての集落である、石の村裏手の標高44から53メートルの、比較的緩やかな傾斜地にある。遺跡の北側には、北、硫黄島唯一の、常時密が流れる川である渋川があるが、渋川の水は、硫黄や、 鉄分の含有量が多く引用には適さないと見られる渋川流域には数箇所から湧水が見られ、かつての石の村住民はこれらの湧水と同じ水脈の井戸を水源として利用していたと考えられる。また、石の遺跡は島の反対側にあたる西村へ向かう道や、島の最高峰である榊が峰への登山道上にある。 そして石の遺跡発見のきっかけになった戦国画が刻まれた巨石は会場からも確認が可能である。石の遺跡は全体が草戸ラの干木の中にあり約350メートルの範囲に分布している。しかしこれは1991年と1993年の限られた調査期間の中で確認された範囲であるため本来の遺跡の範囲はもっと広いことが想定される。 また、遺跡全体が現在は、カツオドリの栄装地となっていて、遺跡を構成する巨岩や石積そして採集された土器などの中には、カツオドリの糞によって白くなっているものもあった。遺跡は一定の規則性をもって配列された大きな石が見られ、また人頭台のつぶてや小石を積み上げた石石が確認できる。大きな石や積み石は、 北西と南東の2箇所に分かれて分布しており、その間には目立った石が見られない広場上の場所が存在する。北西側の大石や積石群を A 地区、南東側のものを B 地区と呼んでいる。なおかつて来た伊王島に居住していた頃によれば、戦前から石の遺跡のある場所に石積みが存在していることは知られていたという。 A 地区には二列の矢やや子を描くように並ぶ大石があり、それら積列の上部は比較的平坦になっていて、鏡石と名付けられた大岩がある。A 地区と B 地区の間の広場から見ると、A 地区の光景は祭壇のように見える。鏡石の周囲には、歴が並べられ、中には長方形の石皿や棒状の石が建てられている。また歴や小石などを積み上げた。 石石が10カ所確認されたが、外観のみからの判断であるため、正確な石石の数や内容については不明である。また A 地区の石列の内東側は崩壊している部分が目立つ。これは、第二次世界大戦末期、日本軍の北、伊王島守備隊が、防空監視望を建設した際に崩壊した可能性が指摘されている。A 地区と B 地区の間の広場は、 長径約11メートル、短径約8.5メートルあり、比較的平坦であり目立った石は全く見られず、また土器や石器などの遺物の分布も少ない。ここは、祭祀ないし墓地であると考えられる、A 地区と B 地区の配礼の場とも考えられている。また戦前、この広場にあたる付近は、佐藤木美の集積場であり、この地域に石や遺物が少ないのは、 サトウキビ集積場を作る際に聖地が行われた可能性がある。1993年の調査時、広場に5メートル3メートルのトレンチが設定され、トレンチ内からは、石器製作時の白片、土器片、動物の遺体等が検出された。B 地区は、広場の南東側に円弧を描く石列と石石が見られる比較的平らな区域と、その東側に広がる。 比較的休憩者で大きな石が目立つ区域に分けられる。比較的平らな区域の東側は半円を描く幅約1.5メートル、高さ約1.0メートル、奥行き約1.2メートルという大きな石の列によって区切られ、また平らな区域の山側には直径6メートル程度の円を描く積列が存在する。そして円を描く積列の南外側にも積列が確認できる。 比較的休憩者の区域には遺跡発見のきっかけとなった海からも冒険できる戦国画が刻まれた幅約1.5メートル、高さ約1.6メートル、奥行き約1.5メートルの巨石があり、その周囲には大石を含む石が多数存在する。この区域の石の中には石がこや石垣と見られるものがあり、これは第二次世界大戦末期、日本軍の北、伊王島守備隊が、 防空間志号を建設したさえの陣地跡と考えられている。戦時中の陣地構築による石積みと遺跡を形成する石積みは形態が明らかに異なり区別が可能である。B 地区東側の傾斜地に多くの石が集められているのは戦時中の陣地構築によるものばかりではなく、石列や石積みを作る中で石の移動がなされたものと考えられている。 A 地区と同じように B 地区にも歴や小石などを積み上げた石石が15箇所確認された。B 地区の石石の特徴としては平らな区域の南東側に円弧を描く石列の間を埋めるように作られたものが多く見られ残りの石積みは平らな区域に存在する。やはり A 地区の石石と同じく外観の見かの判断であるため B 地区の正確な石石の数や内容については 不明であるが、B 地区の2号と名付けられた、赤赤の未1993年の調査時、赤赤の解体調査が行われた。調査期間中に発生した水難事故により調査は中断し、すべての赤赤の解体までには至らなかったが、赤赤の中から棒状の石器や石符の破片、そして車庫外が検出された。ーチ区内の巨石に確認された、宣告側、 幅約1センチ、深さ数ミリの深さで刻まれており、山形、十字形、菱形、アルファーのような形が確認できるが、何について刻まれたものかは不明である。周辺の大石の中にも、戦国画と思われるものが見られたが、詳細について確認されていない。1991年と1993年の調査によって、石の遺跡からは、土器変、 約850点、石器類179点、動物遺体686点が採集、検出された。石の遺跡の特徴としては、遺跡を構成する石列や石組みが地表に露出しているのと同じく、多くの遺物が地表に露出している点が挙げられる。地表から採集された以外の遺物は、1993年の発掘時に行われた。 広場に設定されたトレンチからの遺物と解体調査が行われた B 地区の2号石石からの遺物のみである。また土器の多くは B 地区東斜面の尖刻画が確認された巨岩付近から採取され、石器については A 地区では中心の鏡岩や2列の石列周辺から、そして B 地区では石列や石石、尖刻画が確認された巨岩付近から多く採取された。 石の遺跡から採集された土器は厚手の大型土器と薄手の小型土器の大きく2種類に分けられる。いずれの土器も文様が刻まれていない無紋土器である。河原家の態度には岩型が多く混入しており、多くの土器の表面にひび割れが確認できる。また一部の土器からは白色の顔料の塗布が確認されている。河原家の多くは深鉢型の土器であったと考えられ、 大きなものでは、合計60センチになるものもあったと考えられる。そのタコ型の深鉢型の土器、船型の土器などが見られる。瓦家の底部は平底で、タコの木の葉を編んだものと見られる網目の跡が確認される。瓦家の中には、焼成前に開けられたと考えられる穴があるもの、そして宣告が見られるものもある。また土器片に付着した。 炭化物を放射性炭素年代測定法の一つで、ある AMS 法で分析したところ、一世紀頃の数値が出た。石の遺跡から採取された土器の中には、八丈島の湯浜遺跡から出土した土器に類似しているものも見られるが、約6000年前の縄文時代早期末から前期初頭のものと考えられている湯浜遺跡と一世紀頃の可能性が高いと考えられている。 石の遺跡とでは全く年代が異なる。また、マリアナ諸島で、紀元前1500年頃から見られる、マリアナ赤色土器と、紀元後800年以降に見られる、無門土器とは、形態が異なり、今のところ、石の遺跡の土器は、北、洋島で採取された粘土で作られた、島独自の土器であると考えられている。河原家の態度の分析からも、 安山岩室内主玄武岩室の堆積度からなる粘土とされ、石の遺跡すぐ北側を流れる渋川周辺で採取された粘土を材料に作られた河原家であると推定されている。石の遺跡から採取された石器は、大小の惰性石符と棒状の石器、石皿などに大別される。惰性石符は木材の伐採用、船の建造用、 根菜の採掘用などに用いられたと考えられる。棒状の石器の中には、南太平洋で、パウンダーと呼ばれる調理具と類似したものがあり、石皿、石臼とともに、根菜類や好みをすりつぶす際などに用いられたと考えられる。石器の石の材料も、河原家と同じく、北、洋島のものを用いたと考えられている。石の遺跡からは、 シャコガイやウミガメの甲羅を利用したカイオノなども採取された。またビーチ区にあるいくつかの石石では、シャコガイとサンゴがタイになって置かれたものがあり、ビーチ区の二号石石の中から、シャコガイが検出されたことからも、採ない守墓地の移行と考えられる。石石の中で、シャコガイが重要な役割を果たしていることが想定される。これは、年代的には、 縄文時代晩期から弥生時代にかけて沖縄本島の排斥墓にシャコガイとサンゴが埋納される例が多く見られ一世紀頃と推定される石の遺跡とほぼ同時期であることから石の遺跡は沖縄本島からの文化の影響下にあったと推定する説もある。1993年の調査時広場に設定されたトレンチからは多くの動物遺体が検出された。 まず、ウミガメ類の成獣の骨が検出され、食用としていたものと考えられるが、骨が細かく破在されており、骨の一部からは、意図的に切断した後や熱を加えた後も確認されるため、食用以外にも用いられた可能性がある。その他魚類、貝類、イルカ等食用とされたと考えられる遺体が検出されている。また、イノシシの骨も検出されたが、骨の形態から豚である。 可能性が高く、トレンチの地上部近くから検出されたこともあり、年代的に新しい時代のものである可能性がある。石の遺跡の年代は、16世紀に北、硫黄島をはじめとする火山列島が発見された時、無人島であったことから16世紀以前のものと考えられている。そして1991年の調査時に採取された車庫街と、 1993年の調査時に採取された土器に付着した炭化物を用いて年代測定が行われ、共に紀元一世紀頃のものとの結果が出ている。石の遺跡の全貌がまだ明らかになっておらず、遺跡を作った人々がどこからやってきたのかはっきりしない現状では、出土した土器や石器などから年代を推定することができないため遺跡の年代は確定していないが、二つの 年代測定の結果から一世紀頃のものとの説が有力である。打声石符などが採取された、父島の大根山遺跡が破壊されて、現状を止めていないため、山、北、伊予島の石の遺跡は、現在知られている、唯一の確実な小笠原諸島内の戦死時代の遺跡である。調査中に発生した死亡事故の影響もあり、石の遺跡はまだその前後が、 明らかになっていないが、大陸や日本本土から遠く離れた北、硫黄島にあり、巨石で作られた特徴的な石列や石組み、そして数多く採取された土器や石器などから、注目すべき遺跡である。巨石を用いた文化は、マリアナ諸島をはじめ太平洋各地で見る。石の遺跡の最大の謎は、今のところその文化の源流がはっきりしていない点である。これまでのところ、 沖縄方面からの影響が強いとの説が唱えられており、また、マリアナ諸島からの影響も指摘されている。しかし現状では、石の遺跡の全貌が明らかになっていないこともあり、いずれも定説とはなっていない。また、縄文文化は、伊豆諸島の八丈島まで広まっていることが明らかになっており、日本本土からの影響の有無についても解明されていない。また、北。 医王島で大正時代に発見されたとされる魔性石符がこれまで石の遺跡から全く発見されていないことも大きな謎となっている。マリアナ諸島の文化と関連が深いとされる同様の石符は父島、そして八丈島でも発見されており、かなりの広がりを持った文化圏の産物であることが想定されているが、この魔性石符を作った文化と 石の遺跡を作った文化の関係は現在のところ全く明らかにされていない。ありがとうございます。